ははいこんんにちは宮さでですす博士です今日は中干しなしでも葉の色退色というタイトルで中干しをやらなくても葉の色が退色すなわち老化の現象がすでに起こっていることについて紹介したいと思います。 今日日8月の16日です。田植えを6月の11日に行いましたので今日で66日目ということになります私たちは平成28年の秋にこちらの山舎部の田んぼを開港しましてそれ以降毎年地元の親子を対象にお米作りの体験を提供してきています当初から 自然に寄り添う農業生き物の営みに寄り添うお米作りを目指して例外に強いお米作りが実現できるとされる岩沢信夫さんという方が普及に努めていらっしゃった冬季炭水膨菌栽培に挑戦していますこちらのサイエンスラボの田んぼを開墾する以前にバケツ稲で数年間お米作りの体験というか経験を積んできてまして初めは コシヒカリを育てていましたで田んぼを開墾した時にこれも何回かお話ししていることですが初めの年にたくさんの米ぬかを巻きすぎてしまって肥料型の状態になり稲刈りの時に中干しをしないという実験を行ったわけですが結果としてほぼ全てのお稲が緑色のままで倒れてしまうという散々な結果になったということがあります。 その経験があるのでその後と倒をどのように防ぐことができるのかきちんと中干しをしなければいけないんだとそれから田んぼの土の中の肥料分を減らすための肥料型対策として秋に稲わらを田んぼに戻さずにまた麦を育て春に育った麦を全て取り除くといった肥料型対策も行ったりあとは品種を 星光から福島県のブランド米の天の粒に切り替えるなど複数の方法を経て中干しについても様々な実験とかあるいは検証などを行って皆さんに紹介してきたという経緯がありますまた昨年の秋に稲刈り後に種もみを田んぼにそのまままいてその上に藁を重曹し水を張って 春を迎えてそのまま芽が出てくればいいかなと思うそういった秋巻きを行ったんですが、まあ、それも失敗しまして秋に巻いて駄目なら春に巻こうということで水縄代の方法で直巻きにも挑戦したんですがそれもカモに全て食べられるという結果がありました、まあ、そこから気が付いたこと分かったことというのは稲わらを田んぼに戻して水を張って 春を迎えることによって藁が分解され泥の層になりまして厚く田んぼの表面をびっしり覆ってしまうということで結果として雑草などが全く生えないその理由はこの藁を田んぼに戻して水を張って春まで水を張ったままにしておくということがその雑草の発芽を抑制するために非常に有効であるということが改めて分かったわけです。 そこでえ今年はですね昨年の秋に田んぼに藁を戻して水を張ってで春に白かきをしないで田植えを行ういわゆる冬季炭水膨気栽培を行ったわけですがもう一つ岩沢信坊さんのご本に書かれているように中干しをしないという実験に挑戦しているということにあります今回で7回目の 田んぼでのお米作りということになるんですが毎年毎年中干しの重要性や中干しが導き出すその効果などについてお話ししてきたわけですが原点にかえってですね真面目な年に全て倒れるという苦労した経験があるんですがあえて中干しをしないで実際にお米を育ててみて仮の時にどのようなことが起きるのか それを浅信さ,さんのご本にある通り例えばこの様子を比較するとかあるいは種もみの重さを、まあ、100粒とか200粒とかあは1000粒かもしれませんが重さを比較するとかですね大きさを見てみるということの比較を行いますということを以前にお話ししています。まあ、それ以外に 稲も植物ですから種もみをつけて穂が伸びてですね最終的には稲が枯れてくるはずだということをお話ししています。それは他の猫じゃらしとか稲麦とかメヒシバですかそういった稲科の雑草は必ず植物体が枯れていまして。 ほうが垂れてますよねあの麦なんかもそうですよね麦狩りの直前というのはやはり火薬器が黄色く変化して中干しをやってるわけではないんですがやはりその実際残す際には植物体が枯れるのが一般的なことですから稲についても中干しをやらないとしても必ずどこかで老化現象要するに葉の色が 黄色く変化してくる時が起こるはずだということをお話ししてきたわけですところが岩沢のお坊さんのご本によると中干しをしないと葉の色が緑色のままで稲刈りリの時まで光合成が行われ そこで作られたでんぷんが穂に送られていくので未熟米が減るとともにそれぞれの粒の大きさも大きくなるつまり品質の良いお米が取れるんだというような説明ですからもしかしたら初めの年に非常に濃い緑色のままで全てが倒れてしまうような状態で秋まで行くのかなというふうに思ったんですがどうやら今見るとですね 取水したことによって葉の色が随分薄くなっているということに気がついたわけです今年取水日というのをきちんと調べました毎日毎日田んぼの様子を見まして取水日というのは株一つであれば取水したかどうかというのはその見た目でいいわけですが田んぼ全体で取水日というのは 全体のおよそそ4割が取水した時に取水水ししたたとににいうう決めるそうです岩佐さんのご本にそのように書いてあったんですが、まあ、その基準で言うと私たちのこのサンスラボの田んぼの取水日というのは8月8月日でしたそれ以前の7月12日や7月24日に田んぼ全体の写真を撮ったものがありますのでご覧になっていただきたいんですが。 12日それから24日そして先ほど今日の8月の16日ですかこのような比較をしますとやはり最後の8月16日本日の写真というのはずいぶん葉の色が薄くなっているんだなということが分かるかと思いますただし穂の色が黄色ですからねあの葉の色そのものの変化というのはもしかしたら かかりにくいかもしれませんですから先日まだ取水していない部分もありますので取水したところと取水していないところの葉の色の違いというものを写真に撮ってみましたこのように田んぼの隅の方はまだ取水が起きてないものがいくつもあったんですが田んぼの内側はほぼ取水がなされていて田んぼの隅の方が取水してないい という状況のものもをを写真を撮りました、まあ、このように取水が起きてないものについてはまだ葉の色が濃くてですね取水が起きているものは葉の色がまあ退色しているということが分かるかと思います。 さてこのように中干しをしていないのにもかかわらず葉の色が退色し始めているということはどのような意味があるのかこれはですね我々が初めの年に肥料が多すぎたことによって葉の色が濃いまま倒れてしまうという事故があったわけですがま今回はですねやはりこの田んぼの土の中の肥料分が適正な状態になっているので 中干しをしても俺は中干しをしなくても歯の色の退色すなわち稲の老化が始まっているんだということが言えると思います一般的に植物というのは環境中の、まあ、土の中の肥料分が多いと歯の色が濃くなる傾向がありますこれは葉物野菜などで、えー、大体そういうことを見て分かってくるわけですが ま白菜なんかでもそうですね他の葉物野菜でもそうですが肥料を入れれば入れるほどよく育ってですね葉の色も濃くなってくるんですが一方でたくさんの、まあ、害虫の被害を受けるということも経験していますえつまり植物というのは、まあ、土の養分を吸って、えー、育っていくわけですから、まあ、それによって活発に育つんでしょうけどねそれによって まあ、葉の色が濃くなるということはあるんですがもそれによって逆に害虫の被害を受けるというような、まあ、デメリットもあるわけで,で犬に関しても、まあ、それはどうかよく分かりませんが少なくとも初めの年の非常に濃い状態で倒れてしまったのも明らかにこ肥料肩の状態になったんだと思うんですね。その後いろいろな肥料肩の対策を施して毎年、まあ、育ててきているわけですが。 まあ現在このように葉の色がきちんと退色しているということは、治療の量というものが適正な状態になっていることを示していると思います。さあ、この後ですが、今年もですね、稲刈りを10月の 二十日過ぎだったと思うんですが、その辺の日曜日に設定しています。また、足踏み脱穀を行うのがその翌週ということで、今からだいたい1ヶ月、2ヶ月以上先ですね。ですから60日以上、この後先に稲刈りを行うということになるんですが、当熟に必要な時間としては、まあまあギリギリのようです。で例年、あの、稲刈りを j の講野の先生、 を招いてですねやるわけですが昨年度は少しまだ中干しをきちんと行ったんですがまだ葉の色が青いものが残っていたということで、まあ、今年は中干しをしてませんから、まあ、どうなるか分かりませんが少なくとも中干しをしてもしなくても葉の色の退色が始まっているということですから、まあ、このあとどのような状態になっていくかが分かりませんが、まあ、非常に楽しみです。 一般的に中干しは老化のスイッチをオンにし葉や茎の色を退色させ結果として倒伏を防ぐ効果があるとされていますが今回は中干しをやらない実験においても中干しをやった時と同じように葉の色の退色が取水によって起こっているということについて紹介しましたこれからもいろんなことについて紹介していきたいと思いますありがとうございました